今回は旅写真家の吉森真也さんにつなげたいと思います。吉森さん、こんにちは。よろしくお願いします。久しぶりです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。吉森さんといえば、まあね、さっきのご紹介の時にも旅写真家とご紹介しましたが、はい、まあしょっちゅうどっかしらに行ってらっしゃいますもんね。今年はね、あまりこう動けなかったと思うんですけれども。そうですね、まあ、年々あの行動範囲が狭くなったりとかですね、諸事情によってあの行けなかったりとかするんですけども、はいはい、まあ、昔から本当に日本各地を回るのが好きで、そうですね、日本47都道府県すべてに足跡を残しております。はい、はい、それだけ回ってらして、まあ、写真もたくさん撮ってらっしゃると思うんですけども、はいはいはい、まあ印象深かったとこだったりとか、おすすめの場所とかあったりしますか？そうですね、まあ紹介のところの作品で見ていただいたと思うんですけれども、はい、まあ一番好きなのはやっぱり奈良県の、まあ、大和路と言われるあたりの須賀村だったりとか、はいはい、ああいうところの素朴な農村風景っていうのはすごく自分自身の生まれ育ったところにもなんかつながる雰囲気があるんですごい好きですし、また吉本さん、けどあれですよね、後ろのこうユニフォームぶら下がってますけど、広島ですもんね。広島なんですけれども、どういうわけだか、広島にはなんかこう思い入れが特にある場所とか、まあ、自分が生まれ育ってたところとはありますけども、はいはい、特にあの被写体っていうか写真のテーマとして広島を撮ってるっていうことは特にないんですけども、はいはい、あの写真学生、写真学校に入って高卒で、東京の写真専門学校行ったんですけども、はい、その時に入って1年目の夏にですね、初めて奈良の飛鳥村っていうところに行きまして、うん、なんかすごく古代ロマンあふれるみたいな、なんかこうイメージ膨らましていったら、ものすごいただの農村でしたみたいな感じで、ちょっとイメージが膨らみすぎたんでがっかりしたんですけど、はい、不思議なことに帰ってしばらくするとなんかそこの風景が脳裏から離れなくなりまして、でまあそれがまあ、好きなんだなっていうふうに再確認して、気がつけばもう、そうですね、かれこれ、40年近く定期的に、通うようにはしております。はい、ですからまあそういうふうに、まあ、それに付随してってわけではないんですけど、まあ、奈良の中心部である奈良公園、春日大社だったりとか、はいはい、二月堂とか飛び火のとかね、ああいうところもすごく好きですけども、まあ、そういうところも含めて、奈良県はかなり好きな県というか場所ですね。それ以外ですと、そうですね、印象深かったのは北海道の礼文島はすごく良かったですね。礼文島って一番北側の尖ったあたりの島ですよね。そうですね、宗谷岬のちょっと南にある、はい、かなり最果て感のある場所ですけれども、はい、まあ、花の浮島っていうふうにも言われているところで、6月そういうふうに、いいシーズンにはですね、本当に多くの人が訪れるところなんですけども、まあ、そこの礼文島の山道っていうんですかね、散策道を歩きながら、ちょうどこう北に向かってて歩いてて、後ろ振り返ると利尻島が見えるんですよね。で、まあ、その風景が本当になんかこう、あ、北の最果てに来たなみたいな雰囲気があって、非常にその、なんかこう北の最果てに来たっていう雰囲気も好きでしたし、またちょっとね、珍しい、その土地ならではの植物とかも非常に可愛らしかったんで、そういう意味でも礼文島は非常に印象に残ってます。さすがにじゃあ冬じゃないですよね、行ってらっしゃるのは。うん、そうですね、夏前ですよね。良かったですね。まあ、他の北海道いいところはありますけども、一箇所って言われるとやっぱりその礼文島、奈良か礼文島。あとはそうですね、どこか特定の県というわけじゃないんですけど、いろいろ行って楽しかったのは九州ですね。九州は本当に、まあ、JR いろんな線が走ってるんですけども、日豊本線、鹿児島本線、九大本線、はい、いろいろありますけども、その線ごとになんかこうその沿線風景っていうのが違いまして、またその町もやはり特色が非常にはっきり分かれてるんで、非常にそういう意味では九州はいろんなところ回ってて楽しいなっていうふうには思いました。じゃあ九州もおすすめですね。はい、そうですね、阿蘇の雄大な風景とか今でもなんかこう思い出されますね。はいはい、わかりました。じゃあすいません、早速なんですけれども、はい、その前にあるバッグを拝見したいんですけれども、はい、それはドンケですかね。はいはい、アメリカ製のドンケでございます。はい、
ドンケ、いくつかのバリエーションあるんですけども、まあ、こういう、まあ、ショルダー、ソフトタイプのショルダーバッグなんですけども、はい、ドンケの F2 というタイプのカバンになります。はい、大きさでいうとミドルクラスぐらいですか、ね、ですね、あまり大きくはないです。いわゆる、まあ、ドンケっていうと、まあ、それが一番代名詞ぐらいの感じで出てくるそうですね、あのショルダーバッグの、まあ、一番 の、 その定番モデルと言っていいんじゃないかなと思います。はい、もうかなり古くからあるカメラバッグではありますけども、はい、でその中でもですね、まあ、ドンケの F2 といえば、まあ、コットン使われる人も多いんですけども、これはあのバリスティックナイロンっていうのを使われている、はい、ドンケ F2BB と言われるタイプのバッグになります。はい、特徴としてはですね、まあ、コットンのような風合いはないんですけども、非常にあの雨に強いっていうんですかね、防水撥水性能が高いっていうので、まあ、基本的に私、アマガッパとかですね、カメラバッグ用のレインコートとかは使わないんですけども。あ、そうなんですか。使わないんで、そういう意味では、ちょっと多少の雨だったら、まあ、ある程度中への水の侵入を防いでくれるだろうということで、はい、今は、これを使っております。はい。じゃあ、中身拝見できますか。はい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 、開けますとですね、カメラは2タイプ用意しています。はい、まずはこのちょっとね、こう柔らかい、はい、布ケースですかね、これもなかなかいいんですけどね、はい、はい、ソニーの α7-3 になります。3、はい、はい、でレンズ、それは何ミリですか。これはですね、ツアイスブランドのですね、FE24 から70ミリの、24から70ミリの F4 になりますね。はい、はい、はい。あれですかね、今拝見しているのは、ちょっと話戻るかもしれないですけど、はい、基本的には旅に行くときはそのキットでカバンを持っていかれる感じなんですかね。そうですね、まあ、一番多いのはやっぱり日帰りの旅なんで、はい、その時には、まあ、自宅から間違いなく、首都圏近郊ぐらいの、はいはい、割と早くまで出て、夜帰ってくるという方なんですけども、はいはい、まあ、その時はほぼこのバッグ一つで、はい、出かけています。はい、で α7-3 と、はい、はい、まあ、この標準ズームですね。で今ソニーの α で使っているレンズは実はこれだけです。はい、はい、かなりこれで、いろんなものが撮れてしまいますので、はい、まあ、このレンズ本当はいいレンズいっぱい欲しいんですけどね、なかなか難しいんで、まあ、結構ソニーのレンズどれもいい値段したりしますよ、ね、いいお値段しますから ね、 ね、あんまりたくさんは言いませんけども、中古で買ったレンズなんですけども、はい、お安く買いました。はい、そういえば吉村さん、話ちょっとそれますけど、中古カメラも結構昔から精通されてますもんね。はいはい、そうですね、学研、今は学研じゃないですけども、はい、当時の学研のカメラキャパでですね、はい、確か22、3年ぐらい中古カメラの連載ページをやってました。だって中古カメラが流行る前からですよね。そうですね、中古カメラがブームになる前から中古カメラの連載始めまして、ブームが去った後もひっそりとずっと連載をしておりました。はい、ですから、まあ、キャパという雑誌を読んだことがある人だったら、ちょっとなんかふざけたページかっていうふうに、ね、覚えてる方もいらっしゃるかもしれませんけどね、あそこのイラストも含めて全て私が書いておりましたので。そうですね、自分で、イラストも描かれるんですもんね。そうですね、まあ、久しぶりにボタンコ中古学園という名前を私も言いました。はい、であとは何が入ってますか。そうですね、はい、まあ、35ミリ版フルサイズはこんな形で、はい、ソニーの α7 に、まあ、標準ズーム1本なんですけども、あとよく使ってるのがですね、オリンパスです。オリンパスの、はい、今実はメインで使ってるのは、はい、EM1M2 なんですけども、はい、実は今この収録用の、今収録で使ってらっしゃる使ってるのが、はいはい、そのカメラになりますので。わかりました。サブボディとしてですね、ちょっと古いんですけども、はい、EPL7 っていう機種を持ってるんで、はいはいはい、これにですね、まあ、いつもつけてるレンズがパナソニックの広角ズーム、超広角ズームと言っていいのかな、パナソニックの7ミリから14ミリの、まあ、俗にペンシリーズと言われているカメラですもんね。てっぺんのないタイプ。そうですね。それに、まあ、パナソニック製のマイクロフォーサーズ用の広角ズーム。74ってことは75ミリ換算ってことは14-28ですね。だから超広角レンズですね。はいはい、ですね。で、まあ、まあ、皆さんご存知だと思うんですけども、
まあ、その14ミリグラスのですね、超広角をカバーするズームレンズになりますとかなりでかくなるんですけども、はい、これは本当にあのマイクロフォーサーズというセンサーの特性を生かしまして非常にコンパクトになっているので、はい、非常にあの持ち運びしやすくて旅向きですよね。じゃあですね、うん、で、まあ、OEM は Mark II よりもペンって本当にちっちゃいんですけども、そういうボディにつけても全然違和感のない、はい、コンパクトな組み合わせになっています。吉村さん、あれ結構広角の方がお好きなんですか？そうですね、でどちらかというと広角が好きですよね。す、うん、まあ、単焦点レンズで何か1本選べって言われたらおそらく 28mm か 35mm 選んで、おそらく 50mm は選ばない人間ですね、はい、ですから、まあ、ズームレンズにしてもどちらかというと、まあ、望遠ズームとかも、まあ、持ってて使いますけども、どちらかというと、まあ、広角よりが好きですね。 24mm、まあ、フルサイズ換算の 24mm とか 20mm とか、はい、その辺の、はいはい、画角が好きですね、はい、で、あのマイクロフォーサーズ用にはですね、あの、まあ、可愛らしい感じですけれども、はい、望遠ズームとしてですね、はい、オリンパスの M2 以降デジタルの40から 150mm、 それはあれですね、キットレンズですね、ダブルズームキット用のレンズですね、はい、これは開放容器は4から5、6ですけどもね、はい、これはでも後から私はあの単品で、買ったものです、はいはい、まあ、よく映りますね。僕もよく映ります。あの個人的な話ですけど、40-150 の 2.8 が出る前、結構それで仕事で撮ってたりしましたけど、はいはいはい、確かに 2.8 魅力なんですけど、やはり大きさとか重さ考えると、ちょっと、ね、旅だとね、あそこまでいらないですよね、気軽に持っていけるのはどうかなと。で、まあ、今みたいにですね、ちょっとフルサイズのソニー の, あの標準ズームとの組み合わせとか持っていったりするんで、余計他の機材はね、できるだけ使いたいなって思ってますんで、はいはい、で、今あ、桃井さん言われたように、あの本当にあの可愛らしいんですけど、よく映るんですよ。そうですよね、本当にね、破綻の少ないいいレンズだと思います。それとですね、はい、あと、まあ、旅風景よく撮るんですけども、まあ、あと得意ジャンルとして、あの花も結構得意ですし、はい、過去には花の撮り方の単行本も2冊ほど出したことがありますけれども、はいはい、まあ、そういう意味ではですね、ちょっと花も結構好きな撮影ジャンルなんで、それ用にですね、M 字以降デジタルのマクロレンズで 60mm の60マクロ F2.8、はい、これを使っています。これは非常にちっちゃくてですね、正直なところもう少しなんかこう、なんだろう、威厳のある大きさのね、いかにもこれはちょっと写真通過使ってるいいレンズだっていう風なね、大きさ欲しいんですけどね、ちょっとあまりにも小さすぎるなと思うんですけども、押しはあまり強いタイプのレンズじゃないですよね。そうただやはりあの非常にあの 35mm 版換算 120mm っていうちょっと望遠寄りのね、価格が、はい、ちょっと離れたところがアプローチすることが多い花には便利ですし、はい、あの非常にあの、このフードもですね、これ一応着脱式なんですけども、バイオネット式で、装着できるんですけども、このままの状態でスライドして収納することができると、はいはい、これ非常に便利なフードになってます、はい、結構本体に対してフードの方が別売高いんですけどね、ちょっとね、あ、それそうでしたっけ、高い、結構高いです、これ、そうでしたっけ、はい、というのが、その撮影機材。吉本さん、ちなみに今あのなんか袋に入れてたじゃないですか、そのレンズを、はい、それは何ですか？これはあの100均で買ったあのペットボトルホルダーですね、靴下みたいですけども、それを入れに、それをまあポーチ代わりにするわけですね。ですね、ちょっとあの出先でどういうふうな機材の扱いになったりとか入れ替えたりとかするんで、もしかしたらその機材同士がちょっとこうなんか干渉すると、ちょっとこういらぬ傷をつけたりとかダメージを与えることがあるんで、はい、まあ、そういう意味で言えば、ちょっとこういうふうな普通のなんかこうキルトだったりとするとかさばりますけど、はい、それだと非常にあの邪魔にならないくて、はい、もう使わないときにはこういうふうにね、カバンの中で押し込んでおけばいいんで、はい、まあ、こういうのをちょっと利用して使ってますね、はい、で望遠ズームの方はあのそういうふうな100均で買ったペットボトルホルダーではないんですけれども、はい、まあ、似たような感じのもんですね、ポーチに入れちゃうわけです、ポーチですね、はい、これもやっぱり100均かなんかで買った可愛らしいお化けの刺繍がついて
よくわからない、ね、あんまりだからクッション性どうこうというよりも傷がつかないためのものぐらいですよ ね、カメラバッグに機材収納するときに特にこういうふうなあんまり大きくない中型のバッグの場合ですね、やはり、基本は何もくるまないで入れればいいんですけども、はいはい、とは言っても今言いましたようになんかこう中のレイアウトの都合上でいろいろこう入れ替えたりとかしなきゃいけないときに硬いもの同士が当たっちゃうと余計な傷つけちゃうんで、そういう意味ではどちらかはくるんでた方がいいかなというふうに思ってるんで、まあそういうときにやっぱりキルトとかねちょっと厚手のものだと邪魔になりますので、そういうものに邪魔にならないものを使ってます。まあカメラ用ですとこれはエツミのアクセサリーになるんですけど、今でもまだ売ってるのかな、あこの袋状のスエード調のスエードっていうかな、まあ、ちょっとこうレンズとかポジとか吹けばやったそうな、はいはい、なってますけど、こういう袋状のやつの台と小があるんですけどね、これを、はい、多分今台は売ってるけど小はもしかしたらないかもないかも、でこの何種類かも、まあ、いずれにしてあんまりこうかさばらないタイプの袋を使うことが多いですね、はいはいはい、多いですね、はい、分かりました。他は何が入ってますか。そうですね、あとはこの前のフロントのポケット、はい、まあ、カバーすれば隠れちゃいますけども、はい、この前の2つのこのポケットの中に、まずこちらの方にはですね、これもまたちょっとスエード調の巾着なんですけども、はい、PL フィルター、CPL フィルターを、はい、持ってます。どちらかというとこれはあれですね、あんまり使うことはないんですけれども、まあ、ごくごくたまに、はい、まあ、青空をより青く見せたいとかね、はい、睡眠反射を抑えたいというかありますので、まあ、全てのレンズに対応することはあんまり考えてなくて、基本的にはソニーの先ほどの、はい、α7-3 に装着しているバリオテスターですかね、はい、FE の24から70の F4 のズーム、これがフィルター系67なんですけども、はい、ちょうど持ってるフィルターが 72mm 系なんで、はい、67変えようとは思うんですけどもちょっと72の方が、ね、持ってるレンズ多かったん で、はい、当時でアダプターでアダプターステップアップリングで67にして、はい、使うようにしています。ただまあこれは使用頻度としてはあんまり高くないですけど、まあそういうもんですけど、やはりこういうふうにフロントのポケットっていうね、ところに入れておけば、まあ、いざという時には役立ってくれます。あとですね、この今フィルター入れてたこの巾着の下にはですね、はい、まだちょっとこの似たような素材の、これはやっぱりちょっとなんですかね、これもやっぱりこの機材をくるもんですけども、はい、これには先ほどお見せしましたオリンパスの EPL7 用の予備バッテリー、はい、予備電池ね、はい、予備電池を1個用意してます、はい、まあそんなにガンガン取る方でもありませんし、はい、でソニーの機材とオリンパスの機材、まあ、どちらか多いかというと、まあ、持っていくレンズはオリンパスの方が多いんですけど、まあ、標準ズームがソニーの方についているということもありまして、そちらの方がやっぱりレンズの使用頻度が高いので、はい、そうですね、割合としてはソニー、オリンパス、6-4 ぐらいの割合でソニーの方が多いと思うので、まあこちらの方のオリンパスの方はですね、そんなにたくさんたくことないんで、まあ、予備バッテリー1個あればいいだろうというふうに持って、1個だけ持ち歩くようにしてます。そのフルとマイクロフォーサーズでイメージャーのサイズが違うじゃないですか。はいはいはい。なんか使い分けはあったりするんですか。正直あんまり深い意味はないんですけども、ただまあ、やっぱ持ってるレンズとかそんな感じで決める。そうですね。でまあ使ってるレンズがソニーの方は標準ズームで、まあフルサイズということなんで、まあ、24mm から70という焦点距離ではありますけれども、まあ、非常にボケに対してもですね、まあ、寄ったりとか、うん、絞りを開放にすれば、うん、結構ぼかすことができたりする、いろいろ表現のバリエーションがつけやすいんで、まあ、そういう意味で言えば、まあ、そっちの方でフルサイズを使う。あとはそうですね、まあ、画角はある程度標準っていうふうに今レンズ1本今これに限られますけども、結構日が落ちたりとかですね、暗いところではやはり高感度性能はやはりセンサーサイズでかい分だけ、はい、やはり、まあ、いくらマイクロフォーサーズの、ね、センサーとかエンジンが良くなったといってもやっぱり、同じような世代であれば、うん、フルサイズの方が高感度性能は有利なんで、そういう意味では、はい、暗くなったらフルサイズというふうな、はい、使い分けをしてますね、はい、でマイクロフォーサーズの方は先ほどレンズついてるレンズも含めて3本入れても結構コンパクトにまとまる、この辺の、はい、
携帯性の良さっていうのが一番の魅力だと思いますので、まあそういう意味で、マイクロフォーサーズで、まあ数種のレンズを持って歩くというふうなスタイルをとっています。はい、あと外側のポケット何が入ってますか？ですね、まあ両方サイドのポケットがあるんですけども、はい、こちらの方はですね、まず、まあ、雨が降った時には必要な折りたたみの傘。傘ね。でもこれもなんか一応ね、さっきのマクロレンズじゃないですけど、こういうポーチに入れてる。ポーチに入れてるんですよね。このそれもけど意外にちっちゃい傘ですね、これ。これね、デパートの傘売り場で、特に短いのを探しました。で、特に小さいんで値段があんまり安くなかったんですよ。はい、とにかくこれよりもちょっとでかいやつだと、値段高いやつ安いやつっていろいろあったんですけど、この小ささになるともうこれしかなかったんで、ちょっと若干他の折りたたみのよりも高かったんですけども、でもこのコンパクトさは非常に、ありがたかったんで、まあ、また次も似たようなもの買おうかなとは思ってます。でこれも先ほど言いましたように、マクロレンズと同じようにこういうふうに100均で買ったペットボトルで入れてるんですけども、はい、これはあれですね、こう雨降ってで使って濡れるじゃないですか、はい、で濡れた状態でまた収めなきゃいけないんですけども、はいはい、ちょっと後でお見せしますけど別のものを入れてるんで、はい、その関係上でちょっとあんまり他のもの出したくないなという感じで一応振るって、畳むんですけども、それをやっぱり水ついちゃうんで、はい、それを吸わせるためにこういう巾着に入れて持ち運ぶようにしてます。はい、でもう一つの同じサイドポケットに入っているのはこの小物入れのポーチですね。かなりくすんで汚い感じになってますけども、年季入ってますね、結構。大きさといいですね、中の仕切りといい、非常に使い勝手がいいんで、はい、これはもう本当にもう何年も前にあれですね、義理の妹がくれた、はい、使わないからお兄さん使うとか言って、使わないから使うって言って、うん、じゃあ入れる、ちょうだいちょうだいって言ってもらったんですけども、意外と良かったんで、もう何年も使ってますけども。そこには何が入ってるんですか？いろんなものが入ってるんですよ。本当にもう撮影に全く関係のない目薬だったりとか薬、はい、飲み薬だったり、例えば、はいはい、ちょっとなんかこう 鼻風邪っぽいなと思った時にカッコン糖が入ってたりとかねなんかこう、まあ、傷用のテープが入ってたりとか、旅に出るとそういうの必要だったりしますもんね。あとちょっと食べ過ぎたなと胃は持てるなと思った時に胃薬だったりとかね、はい、入ってますけども、はい、まあ、撮影に関して言うとですね、まあ、あまりこう気の利いたものはないんですけど、一つ面白いなと思うのは、はい、これマンフロットブランドの、はい、ものなんですけども、なんて書いてあるのかな、ポケット MP3BK って書いてありますけども、足が生えてくるやつですかね、はいはい、折りたたみ式の、そうですね、はい、かわいらしいハンディ、本当にミニタイプの三脚になります。はい、はい、これをですね、まあさすがにソニーのアルファとかにはね、ちょっとつけると、まあ、厳しいと思うんですけども、はい、EM1 Mark II とかですね、はい、先ほどお見せした EPL7 に、まあ、小さい、振動式の標準ズームの 14-42mm とかつけたような、はい、組み合わせですと十分使えるんで、まあ、基本的には三脚持っていかないでいいだろうなっていう時にも、はい、まあ、いざという時に、まあ、あると便利かなと思ってこれをお守り代わりに持ち歩いてます。はい、あとはそうですね、まあ、現地で、いろいろ、まあ、こう日が暮れたときにちょっと足元を照らすために、まあ、こういうふうに LED のライトをね、はい、まあ、一応持ってて予備電池、はい、充電用の NLP ってやつ、はい、入れたりとかしますけど、まあ、じゃあその辺、身の回りの細々としたものは、そうですね、いろんなもの入ってます、入ってます、はい、何かあったときに、笛、何もないと思うけど、助けてみたいな、まあ、何があるか分からないですからね、そうそうそう、まあ、いろいろ入ってますけど、まあ、ちょっと写真に関係するところはそういうところですかね、はい、あと、まあ、直接どうこうというわけじゃないですけども、仕事上のデータのやり取りをやるとき、まあ、これはもう本当に撮影じゃなくて、仕事、普段の仕事なんですけども、はい、まあ、一応なんかあるかもしれないんで、USB メモリーとですね、はい、まあ、SD カード、30カードあります、はい、まあ、こういうのをまあ一応2つだけ、まあ、そういう記憶媒体として、ポーチに入れて持ち歩いたりとかは、はい、してます。はい、というか、まあ、いろいろ
あの日常的なものも含めてですね、はい、シャツエコも含めてちょっといろいろ入れてますね。よく反対側のポケットは何ですか、はい、何が入ってる。こちらはですね、あの手帳を入れております。あのスケジュールとかですか。スマホとかであのアプリとかでの管理される人も多いと思うんですけど、私はどちらかというと普通の手帳派の人間なんで、これで、日々の行動を把握したりとかですね、プラン立ったりとか。それじゃあ出先で何かあったことをメモったりとか、そういうことも。そうですね、あの気がついたことは、まあ、あのここにメモったりとかします。はい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 。あとはまああれですね、仕事上必要な名刺だったりとか、そういうのを。吉村さん、その今バッグはあれですよね、はい、旅に行くときしかり、はい、ご近所周りというか、まあ、その日帰りの時にもそのバッグで基本的に。そうですね、はい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 。旅に行く時はじゃあなんか別のものも持って行かれるんですか。そうですね、あの泊まりの旅になってくるとやはりさすがにこれ一つだと、まあ、着替えとか無理ですよね。なかなか。あとはまあ機材のその、はい、ものによってはその充電器とかね、はい、必要になってくるんで、はい、そのためにはですね、これとは、まあ、これも持ってきます、はい、これとは別にですね、はい、ショルダータイプのバッグを。リュックですよね。リュックですね、はい、どちらかというとリュックですね。ちょっとおしゃれなもので、はいはいはい、まあまあそこそこいい値段、2万円ぐらいかな。いや、ものなんですけど、値段は聞いてないです。ああ、そうですか。ちょっと自慢したくて買ったものなんですけども、はい、あの何年か前にちょっと京都に取材に行くことがあって、その時にちょっと買ったものなんですけども、はい、これがですね、ちょっと待ってください。どうも気をしたくしまして、結構、いいお時間になってるんで。あ、はいはいはい、はい、サクッといきましょう。はい、これですね、こういうふうに入り口が2つに縦に分かれてるんですけどね、はいはい、こんなふうに。で、街が多いのは前の方なんですけど、こちらの方なんですけども、はいはい、こちらの方にですね、こういうふうに、ロープローのですね、はい、ブランドのちょっと、はい、セミハードケースですね。セミハードケースですよね。だからこれ多分ね、ビデオのなんかこう備品とかを入れるために作られたケースじゃないかと思うんですけども、はい、これにですね、充電器とかですね、予備バッテリーとかコード類とかをね、今は入ってますけども、はいはい、これに入れてですね、はい、この前の方の奥に入れて、でそれとは別に、日常に、まあ、歯ブラシだったりとか、はいはい、石鹸類だとか、まあ、そこにあと着替えとか入れたりとかですね。でこれ、まあ、小物を入れながら着替えを入れた袋をこの中に入れてると、はい、でその背中側の方はちょっとその間違いないんですけど、この方にはパソコン、これケースですけども、ノートパソコン、はい、持ち歩くこともあります。はい、分かりました、ありがとうございます。はい、ですみません、吉森さんの写真を私たちが見たい場合はどうすればいいですか。そうですね、基本あまりSNS 系積極的に今までやってこなかったので、なんかやらなきゃいかんかなとは思ってはいるんですけどもはい、はい、まあ、現状はココログっていうところでですね、ブログはやってるんで、はい、最近ちょっとかなり放置してるんで分かりました。これを機にちょっとちまちまと更新しようと思いますけども、わかりました。興味ある方はぜひ見てください、はい、じゃあ下に入れておきますね、はいはい、よろしくお願いします。はい、はい、今日はどうもありがとうございました。 ありがとうございました、はい、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも、今回は旅写真家の吉森真也さんでお送りしました。右下のピンクのアイコンでチャンネル登録もよろしくお願いします。次回もお楽しみに。